運輸省はフィリピン政府の行政機関。国家復興及び経済開発に効果的な手段としての実現可能で効率的かつ信頼できる交通システムの維持拡大を担当している。また、陸上、航空、海上の通信インフラも担当している。2016年6月30日までは運輸通信省であったが、情報通信技術省の設立に伴い、 通信分野の多くの事業を移動させ、運輸省となった。1899年から1979年まで全ての交通活動は公共事業、運輸通信省に統合されていた。1979年7月28日、大統領令第546号に従って、公共事業、運輸通信省が運輸通信省と公共事業道路省に分割され、 正式に運輸通信省が設立された。マタックは信頼性のある整備された交通通信網の促進、開発、規制のために方針決定、計画作成、調整、実施などの管理を行う政府の行政機関となった。この機関に実施されたインフラプロジェクトには以下のようなものがある。また自動車登録と管理が永久車両ライセンスプレートと 系統的登録システムの導入によって改善された。バス対応計画によって、さらに仙台の新しいバスがマニラ首都圏に提供された。フィリピン国鉄とメトロマニラ交通車が改善拡張された。同時期、ビコール地方にサービスを提供するフィリピン国鉄南方本線が再生されている。1986年2月26日のエドサ革命の後、 大統領となったコラソン・アキノによって、ハーナンド・ビー・ペリッツ・カイン議員が、運輸通信省の長官に選出された。1987年3月、テクノクラートのライネリオ・オーレースがマタックの長官になった。そのすぐ後、マタックは、大統領令、第125号、125英号によって再編され、ミニストリーからデパートメントとなった。レース長官のも 将来の巡視法機能が大統領令第202号によって設立された陸上交通許認可規制委員会に移管された。フィデルラモス政権下長官にヤソ・ビー・ガルシアが任命された。ガルシア長官の下、固定電話や携帯電話事業へ新規参入が許可され、老朽化したタクシーは廃止され、新型や後期型のものが採用された。二0十六年五月二十日、 ベニグの秋の三世異政権中の共和国法第1844号の情報通信技術省設立法が成立し、情報通信技術局が科学技術省から分離され、運輸通信省の通信を扱うすべての運用部門と統合して、情報通信技術省が設立されることとなり、運輸通信省は単に運輸省となった。2017年7月、運輸省は、 長年本部であったマンダルンのコロンビアタワーからパンパンがシューマ・バラカットのクラーク地区への本部の移動を始めた。現在、ダトアは大統領ロドリゴ・ドゥテルテの公約であるインフラ黄金時代の発言に合わせドゥテルテのミックスとして3.6兆 PHP を使い2018年から2022年に展開される公共インフラ計画で多くの計画を実行することを期待されている。 マニラ首都圏地下鉄9号線9号線、メトルマニラ地下鉄は、フィリピンのマニラ首都圏に最初に建設される、予定の地下鉄。もともとは、メガマニラ地下鉄と呼ばれていた。建設開始は2018年、完成は2025年を目指している。MRT2 号線東部延伸、m r t 2 0 0東部延伸計画は、東側へ 4km、路線を延長する計画で、 マリキナのサントラン駅からアンティポロのマシナグ駅まで延長される計画で現在建設が進んでいる。計画の狙いはさらに8万人の旅客を収容し、マルコスハイウェイ沿いの交通渋滞を減らすことである。計画が完成すると、レクト駅からマシナグ駅までの所要時間が3時間から40分に減少する。2019年に完成する予定。 国鉄南北通勤鉄道南北通勤鉄道は、タルラック州カパスのニュークラークシティから、ラグナ州カランバまでを結ぶ、建設中の通勤鉄道。北方線は 106km で、マニラのトゥトゥバン駅からニュークラークシティまでの間であり、完成は2021年を見込んでいる。南方線も完全電化の標準起伏線に再建される。 2018年1月に建設前の布設圏の生産などの作業が始まり、建設は2019年2月に始まった。新設の空港として、ボホール・パングラオ国際空港が開設した、ホカビコール国際空港の開設や、クラーク国際空港、タンブラー空港、マクタンセブ国際空港、プエルト・プリンセサ国際空港などの拡張などが計画されている省は、 運輸大臣を長とし、7人の次官と13人の次官補がいる。陸運局の三菱アドベンチャー警備者、ブトゥアン。ありがとうございます。